トリックオアトリート。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。お菓子くれないんだ。ないんだ。じゃあもうハマチさんあれですね。やっちゃうしかないね。やっちゃうしかないね。君の耳に思いっきりいたずらするからね。するからね。ってことで、じゃあ耳かきで。よいしょ。いくよ。くすぐったい？ダメだよ、我慢しなきゃ。お菓子くれなかったんだから。ひらめくん、こっちもかまってくんないかな。ひらめくんすごく集中してるし。ハマチ、何してたらいいかな。ハマチさん、ちょっと今黙っててもらっていいですか。でもハマチ暇だし。耳かきするからね。ハマチ暇だし。わかりました、わかりました。じゃあもう少ししたら、ハマチさんにもいたずらさせるんで。ほんと？お静かに。はい。あ、ごめんね。いたずらするからね。今度こそしっかりと。よし。お待たせしました、ハマチさん。それじゃ、ハマチさんにもいたずらさせてあげますよ。すんごい待った。じゃあ、ハマチがいたずらするね。だってさっきお菓子くれなかったから。ちょーっと我慢してね。くすぐったい？やめてほしい。やめてほしい。やめいでか。いやー、でもだってさ、お菓子くれなかったからね。お菓子食べたかったな、でも耳かきできるのも、まあこれはこれですごくちょっと悪くない気もするし。ハマチ、ちょっと耳好きみたい。ハマチさん、ん？耳かきの手止まってます。ほんとだ。しっかりいたずらしてあげてくださいね。ハマチ、じゃあ口じゃなくて手動かします。お願いします。かき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 。あ、口は動いちゃうみたい。カキ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 。あ、でもいい感じっぽいですよ。本当に？聞いてます、聞いてます。聞いてる？うん。じゃあもうちょっと聞かせて。聞いてる、聞いてる、聞いてる。効果なくなってきたみたいなんで。あれ？そうか。こっからは集中して集中して耳かきやった方がいいかもしれないですね。わかったよ、じゃあ。はい。集中しろってひらめくんが。適当な集中でお願いします。適当な集中。はい。ひらめくんはそんなに適当に人生を生きているの？適当な集中です。適当、適当。適当ってどういうこと？適違う適当。あ、適当ね。なんだ、ちゃんと濁点つけてくれないと適当って聞こえたから。きちんとしてくれないと。耳かきをして。分かった分かった。じゃあ適度に耳かきをしまーす。はい。
上手じゃない？いいと思います。ハマチ、はい、今すごく上手じゃない？いいと思います。上手ハマチじゃなくて上手なの？本当に？いや、サメじゃなくて、うん、ハマチって、うん、見る気が、うん、お上手だと思います。うまーいってことだね。変わろっかじゃあ今度は綿棒使うからね、うん、今のでなんだろう、リラックスとかすべて吹っ飛んだと思うけど、もう一回リラックスさせるからね。ハマチのおかげでねよし、それじゃあ綿棒で耳の周りをいたずらするよ。ごめんね、さっきはハマチさんが好き勝手に暴走しちゃったからいたずら味わえなかったと思うんだけど。そんなことないよね。僕は頑張ったよね。集中していたずらするからね。集中覚悟してね。少し取り違えてるんじゃないかな。うんうんうんしょうんしょって、集中してる人がそんなこと言いますか表出るか集中して、はい、怒られたから集中するね。でもいい、なかなかいいよ、見どころがある。うん、ありがとうございます。いい動きだね。少しやっぱ慣れてる感じがするね。うん、お、ザリッザリって、ザリザリザリ擬音だよザリって何？擬音だよ。ジャリでもなくザリガニでもなく、何なのかと思っちゃった。集中してハマチ怒るよ、そういうの許せないタイプだよ、ハマチは。よし、ないじゃないじゃない。じゃあ綿棒中に入れるからね、気をつけてね。ちょっとそわそわするよ。持ててるか集中して、はい、ちょっとなんか中に入れるのしっかり集中しないと危ないから、ちょっと危ないからさ、ちゃんとやってもらわないと。でしょ、困るでしょ。ちょっと一旦抜くね突っ込むというか。じゃあもうちょっとやったら、うん、買います、うん。綿棒ね。はい。じゃあもう一回入れるからね。これでもういたずらなんだかなんだかわけわかんなくなってきたけど。ね。なんだろうねこれね。どうなんだろう。綿棒気持ちいいといいけどね。綿棒に違いは多分ないと思うよ。いやでもひらめくんのやる気と腕かな基本的には。こう見えてやる気とかはいつも以上にしっかりやってるから、うん、慎重だし、うん、任せてね。任せるね今この子に言ってるんでどんべんあなたじゃない。だってさ、ちょっとさ、そろそろさ、だってハマチ手持ちぶさたじゃない。わかりました。じゃあもうちょっとだけやったら変わる。はい、もう打ちよと。よし、じゃあ答えハマチさん、しっかりいたずらしてあげてくださいね。任せとけ。お願いしますよ。じゃあ綿棒これ。はい、綿棒ね。じゃあこの可愛い
ずらします。綿棒ちゃんとやるね。綿棒、うん、どうですか彼女。すごく艶があって、あ、血色がいいね。いたずらしがいある。すんごいいたずらしがいある。かっこよかった。うん、なんだろうな、穴の大きさが適度だね。ああよかった、適度に綿棒が入れやすく。あ、よかった。じゃあもうどんどんその好きなだけいたずらしちゃって。はい、うん、うん、ああ、いたずらだ。でも、もともと綺麗だったからあんまり変わらないかもな。あ、じゃあもうこうなったら、うん、もう僕ももう一回綿棒やるので、うんうん、もう綺麗とかじゃなく、うん、二人で好き勝手もいたずらしましょう。やったやるってはちゃめちゃかっこいいぜやってやるぜ。誰なんですか。ハマチです。はい、じゃあ両方から行くからね。行くよ。はい。うん。受け止めてたんですか。なかなか手ごわいな。戦ってたんですか。やってやるって。ひらめついてこいよ。行かないでくれ。ひらめ。じゃあ目の前の耳に集中してください。はーい。じゃあ、ちょっとあの手でこうマッサージというかギューって耳引っ張ったりすると、あ、こうやってね。そうそうそう、ギューッと、はい、ギュ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 、あ、いいですね。ギュ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 、ハマチのハマチ分出ちゃったか。魚だからな。キュキュキュ、何かちょっとそっかなのか分かんなかったですけど、ちゃんとやらないと。そうですよ。よし、じゃあこんなところですかね。いやー、いたずらでしたか。いたずらだったんじゃないかな。いたずらでしたかね。すごいいたずらしたよ。まあめちゃくちゃいたずらしたし、うん、特にハマチさんが好き勝手したけど、まあ、全てお菓子をくれなかったのが悪いから。そう、お菓子さえくれてれば好き勝手の勝手だけで済ましたかもしれない。まあ僕らも堪能したんでね、うん、立ち去ろうかと思うんですけど。立ち去る、ハマチ立てない。じゃあどうしたいんですか。お魚だから。泳ぎ去ろうと思うんですけど。正解。じゃあそういうわけで、うん、お腹鳴ったんでもう一回いいですか。うん、そういうわけでありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。